蔵王町で開かれた宮城蔵王梨祭りでは、販売前から300人以上が列を作りました。町内で梨を生産する8軒の農家が出店し、今が旬で甘みが強い香水や果汁が多く酸味もある豊水が市価より2割から3割ほど安く販売されました。去年も買って美味しかったので、あと親戚に送るために買わせてもらってます。今年は天候に恵まれ、質の良い梨ができたということで、訪れた人たちが次々と買い求めていました。蔵王の梨は10月下旬まで出荷され、農家の直売所でも買い求めることができます。